はい、若い人はねカットが遅い、まあ、ベテラン先生が早いのは当たり前だよね、まあ、お客様もねあの髪の毛が少し少なめになったねご年配とかね、まあ、慣れてるお客様ねもうくるっと一周切ったらほぼ終わりでねちょっとチェックしてもらってねちょんちょんちょんで終わっちゃうからね。だから うちのね自分のカットがねまあだいたい数分で終わっちゃってる10分ぐらいでちょんちょんで終わっちゃってるよね簡単にねそんなカットでいいのかやったってもうお得意様だからねもう目つぶっちゃ切れねえけどもうそのぐらいにね感覚で切ってるからねでこれがね若いね美容師さんに見せてねお前らもこのぐらいの速さで切れよったって,ってこれは無理ご新規のお客様とかねやっぱね早く切れるようになるまで一人のお客様をねまあ毎月 とか2ヶ月おき3ヶ月おきにまあ、3回4回5回切れないとやっぱ早くは切れないよね自分がね早く切れるからといってね若いスタッフもね早く切れるんじゃないかってね何おめえらトロトロやってんだよったって、まあ、お兄さん見てわかるようにもう背中が緊張してるよね <laughs> 動きが硬いよねどうしてもね初めてのお客さんやるときはね緊張してねで1回1回切るたんびにチェックするとかね 実際自分もねあの初めてカットする時はねやっぱちょっと時間かかるよねあの石橋叩きながらカットしていくような感じになるからねで若い人が仕事が遅いのはね仕事に不慣れとか練習が足りないとか気合が足んない早く動いてないモサモサ動いてるとかじゃなくて 緊張するというかやっぱり初めてのお客様だから慎重に切ってるから時間かかるんだよね。まあ、慎重に切んないでただぶった切るみたいにねウィッグみたいにぶった切ってるだけだったらまあご新規のお客さんの顔色見ねえでよ切って終わり「はいお帰りください」だったら早、はい、いかもしれないけどね本来ね低料金のお店はそういう仕事だったら、まあ、低料金になるわけだけどそれだとねお客さんがどん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 逃げていっちゃうからある程度クオリティ保って。 ねえやれとでご新規のお客様にクオリティをの高い仕事しようと思ったらもう黙って30分で中途半端な経営者だとね自分がお得意様とかね慣れてるお客様毛が薄くなったお客様そんなのばっかり聞いてタイムが早いっつうのだからそういうの感覚的に若い人はカットが薄いとか言ってね自分中心に考えたね経営者ね。 ほんでもって低料金で客数こなすんだなんてねで若い人にもう無理やり「押せえよおめえら」ってもっと練習しろみたいにねちょっと間違えてんじゃねえかなと <laughs> 自分あたりでもご新規のお客様が来たらやっぱ2倍は時間かかるような気がするねよくて2倍下手したら3倍かかるだから若い美容師さんがねあのご新規のお客様に当たったらそれの倍時間かかるっていうことも 考えられるよね打ち合わせしながら切ってねもうちょっと切るだろうもうちょっとあっちどうにかしてくれ空いてくれとかってねまあ2、うん、1時間はかかんないと思うけどね軽く30分40分はかかっちゃうんじゃないのご新規のお客様ただ長さを切ってすくだけだけどやっぱり怖いからね、うん、そんなに最初からたくさんすけないからね。 でこう新規のお客様カットしてるときねやっぱり精神的に疲れてくんだよね。で精神的に疲れてくると黙々と切ってスストレス発散したくなんだよよねねこれがまた遅くなる理由だよ、ね、だからちょっと長めの刈り上げを黙々とハサミで切ってるっつうの延々と。でもってなんかこうストレス発散してまあ,あ脳が酸欠になるのかなか脳に酸素が回るまでなんかずっと作業してるんじゃねえかな。 自分が今何をしてるかって分かればねあのすぐ仕事を辞められるんだよねあ辞めたってんで,でも聞こうって脳の動きが止まってねだただボーッと切ってるボーっととは言わないけどなんかあるよねそういう感覚ね何も考えずに玉ねぎとかネギをただ切ってるだけみたいな感覚ねサク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 ね 今自分がねそういう状況に置かれてると思ったらやっぱ手を止めてお客様に長さどうですかって聞くべきなんだよね早めにねこれは男の脳の場合だけど女性の場合はなんかちゃんと切ってるんんだろうけど、<laughs> よくわかんない。あと自分の脳だと若い時ってさ長さどうですかって聞いたら長いって言われるだろうなとかねそれこそ何か違うって言われたら嫌だなとかねだから聞くに聞けなくなって黙々と。 そうなる前に早めにやっぱりお客様に顔色見て聞くってことでね手を止めてねそれしかないんだけどねただ黙々と切ってるとなんだか何やってんの俺ってなっちゃうかんねはいお疲れ様でした。